それでは3番目になります、はい、どうぞ。さあというわけで同じ FM モザイクライト水曜日戻すイメージと、はい、シコロです。起きた、うん、はい、シンプルにね、はい、そうですね、ありがとうございました、はい、3つ目浮かばなかったと思いますけど、ね、そんなことないよ、はい、うん、さあというわけでここからですね、モケーパドックの明細教育八千代でサバイバルゲーム通称サバゲーを楽しめるモケーパドックさんにサバゲーの魅力レクチャーしてもらいましょう。はい、講師はこの方々です。デブです。ウルカタです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。シンプルでいいね、いいかってよかった、いいかと今日待ってなかったね、今戦い、今ね、もうそのなんかバチバチって来たけども達人同士のね、間の取りがあったよ、ね、今はもう譲らなかった、うん、シコル君に負けてられない、負けてられないよ、シンプルで今日やっぱり出てるね、出ちゃうんだよね、出ちゃうんだよね、ちょっと有り余るのがね、出ちゃうんだよ、結構出してるんだよね、結構出んの、やべえな、また結構リキッド出ちゃうの？水金かな。あ、そのタイムスケジュール俺聞いたことなかったな。うん。割と一日置きがね。うん。割といいね。聞けるのかな、このね。うん。さあということで前回前々回とサバゲビルドと、とかですね、レギュレーションのお話聞きました。うん、今回どんなテーマになってますか？今回はなんでわざわざ今までサバゲの話をしたかっていうと、はい、11月のためにこんなルールがあるよとか、うん、こんな場所があるよとか、ああそうか、そうなの、伏線が敷かれちゃう、違う違う、ものすごい伏線しかないでしょ、サバゲにこんなに特化して喋ったことないでしょ、なるほど、そうだから11月のために何をするか、ね、どういうのがあるか、うん、ね、どうやったら成功するのかっていうのをこう、ね、練ってこうってことで、はい、今回はね、はい、事情さえあれば絶対ね、うん、シコル君やったら状況さえあればもう来てもらいたいなと、はい、思ってるわけですけど、はいはいはい、でグッチもサバゲ絶対出してるかなと思ってまして、もうデメちゃん一押しだもんね、グッチはね、もう一押し、もう本当に銃をあの学生時代以来の胸の高鳴り、高鳴り恋してるんだからね、やめろよスコザ水美人作家に、やめろよ、ちょっと恋しちゃってんだもん、ね、それ冷静に裏方さんが見てるじゃあでもツボそんなに乗ってる大さんじゃんでもツボに入るのはウラさんの会話ツボに入るっていうパラって言うとなんか一人でケラケラ、ね、やっぱり意識してないからじゃないですか、ウラちゃんの、そうかそうか、でも俺意識されてるじゃん、前で考えちゃってるすごいしちゃってるから、すごい練ってるな、これ、おそうそうそう、今週もグッチーに恋してる、うん、デミちゃんの話しましょうよ、そうしよう、ちょっとそれをテーマに決めよう、11月本当ちょっとしみにしちゃってるね、どうグッチーをこのサバゲに絡めるか、そうだ、はいはいはい、俺サバゲやったらなんか俺活躍できる自信あんだ、そう一番自分のいいとこ見せたわけよ、あそうそうそう、そんなね、あの黒一族は筋肉見せたから、黒一族はね、俺もバンドやってんだからバンドライブ見せたでしょ、50バカだろ、50バカってなって、うん、で裏方なんてあるわけし、やっぱりもらった影響で編集してるとこ見せたい、見せた見せたら、そうそう、分かんないけどね、サバゲーだったら俺多分いいとこ見せられるよ、あすげえアピールめちゃめちゃもうあの守ることはできないけど、また別でメール募集しよう、だからこんな純粋なデミちゃんがグッチーを落とすために何をすればいいか、メール募集するよ、いい、大喜利方式だよ、大喜利方式だよ、それ毎週答えてあげてよ、それデミちゃん、分かった、頑張る、それでグッチーにちょっとやってみて、そうあのぶっ飛ばないの俺責任取らせんかなって、あなたにメンタルがいるじゃないですか、そっちの方が盛り上がったんだよ、まあまあまあ、それはそれでなんか盛り上がるんだったらやりましょうよ、やるかい、やりましょう、やんないよ、盛り上がりそうだから、なんかメントスコーラとかやろうぜ、ユーチューバーじゃないですか、メントスコーラやったらグッチが振り向いてくれる、そうそう、それがメントスコーラを飲むっていう企画なんでしょ、多分最終的にメントスコーラでは落ちになるっていう、そうそう、あれじゃ面白くない、相手の陣地取って最後にメントスコーラ、絶対口の中にメントス入れて耳から出た方が面白いでしょ、いや、お尻でしょ、お尻だから、まあ、そこ耳耳じゃないね、優しいとこだよ、かっこすぎちゃったら、ね、今多分ね、そうそうそう、耳とこ見せさせろよ、グッチが尻から出す男の方が好きだからじゃあ俺そういう男になっていくわ、あ髪の毛伸ばして髪の毛ビジュアルね、ビジュアルで、はい、11月からイベントのなんか一応進めとかないといけないもん、ね、もう俺も無理だよ、ちょっと別の企画が始まるわいや今週もこれでいいと思いますよ絶対こっちの方が面白いでしょ、多分ね、面白い、俺自身も楽しい、だからこのサバゲーの今までのなんとなくアイデアが出てきたでしょ、うん、サバゲーの、うん、そのモザスイ軍団対他の軍団、なんかふーん竹市場みたいなさ、ね、あったよね、俺ちょっと、はい、
こうあの暴走に暴走を重ねすぎるとまずいんで、ちょっとまとめのね案を一回出してみたんですよ、はいはいはい、陣地取りをしようと思うんですよ、はいはいはい、で陣地取りをしようと思うんだけど、一番こう思い浮かべやすいのが、テレビゲームでやるコンクエストとかドミネーションって言って、うん、自分の陣地を占領していくっていうのが多分一番分かりいいんですよ、うん、自分の陣地を占領、例えば A、B、C、D、E と5箇所あったら、自分から A、B の人は近い、C、D、の人はまた自分敵軍から近いで自分に有利なんですけど、で E は、まあ、真ん中にちょうど真ん中に配置する、うんはいはい、で、そこの自分をどっちが占拠してるかデジタルであの司令室みたいな状態なのを作って、うん、どっちが占拠してるか のこうその司令官がいて、今のところ話聞いてる状態だと全然わかんない、うん、これね、金もかかりそうだな、そう、うん、金はかかります、でも白鳥みたいなことでしょ、この絵を取ってくるってことね、戦いにね、これね、結構ドミネーションっていうゲームの、それぞれのチーム、いろんなチームがこのいろいろ分かれてる、こういうこれ最大4つのチームまで分けられますね、はい、カードのチームで自分をキープしながら、うん、B を落としてもいいし、はい、E を落としてもいいしっていうようなルールなんで、白取りか、本当だ、でこれを、取り返してもいいもんね、そうそうそう、取り返しも可能な形で、あ、そうか、時間ないってことね、そうです、そうです、だからこの時間一本勝負が1時間とかで決着をつけるとかっていうのが、ね、一番いろんなチームが戦えて強いチームも戦えるんじゃないかなと、うん、あ、なるほど、で、これはカリアンなんですけど、まあ、正直言うとこのゲームをちょっと改良したものっていうのが非常に今もいろんなところでやってるんですけど、はいはい、でいろんな強いチームを呼ぼうぜっていうことだったら、うん、じゃ あの攻めと守りが両方できて、うん、なおかつ、ちょっと結託して違うところを落とすみたいなのができた方が面白いんじゃないのっていうのであれば、こういうゲームの方がいろんな人が参加できると、確かに面白いね、一回やられて終わりじゃなくて、うん、復活をその1時間内で何回もできるんで、その復活数とかも含めて勝敗がつくわけですよね、裏切りなんかもあったりしてね、裏切りなんかもしゃべるんじゃないですかね、手を組んでたと思えば、そうそう、裏切ってみたりとか、リアル主義は、ああいいですよ、これあの寝返るとかそういう仕組み仕込みありで面白いかなと思って、うん、いいと思う、まあそういうのをね、もうざっくりこういう大きく人をやったら分かりやすいのをやりてえなと思うんですけど、分かりやすくするためにね、ただこのあのルールが複雑じゃない方がいいし、デジタルだったら面白いしみたいなのがいろいろあるんですけど、うんうん、もうでもぶっ飛んだルールがあったらそれはそれで面白いなと、うん、だからグッチを取りに行くってことでしょ、まあ、まあ C にグッチいるよね、大体、うん、だから AB でこう戦って DE が DE で戦いながら、 C ここが一番最後の最終決戦、いや俺 C だけしか目指さないから、うん、で C にいると思うでしょ、うん、意外と D に行ってないから、でこっちは移動しつつ、そう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 か、ちょっと誰かその情報ちょうだいよ、ね、面白いじゃん、カカオニでいう豆みたいなもん、カカオニなとりあえずだからずっとね、はい、いろんなとこ行けるから、はい、うん、そう、だからもしかしたらブッチは E の姫だったと思ったら今度は B の姫になっちゃうんですよね、そうそうそういうことね、なんかあの、なんかメトラレ系みたいな感じしない、そうそうそういいですよ、 NDR リアル戦国時代だよ、ちょっとよくないと思うんだよね、よくあった話だよ、裏テーマは NDR でいいじゃん、裏テーマは NDR でね、表だって言わなきゃいいんだよね、史上最大の NDR、 あいいじゃないの、うん、もう裏テーマはもう決めていくからさ、でもあのそういうね、こう人数いっぱい系のゲームやりましょうよって、楽しいで、まだまだこういうこんなのやりたいっていうのはもう募集しましょう、そのアイデアと、だからそれと、だからデミちゃんがどうやってグッチを落とせるか、うん、そうね、ブラウンちゃんの気持ちはどうなのか、そのあとね、マジックミラーゴも作らないといけないしね、うん、デメッチミラーゴ、デメッチミラーゴ、デメッチミラーゴ、もう目のマークですげえ見えそうだもんね、そうデメッチミラーゴって外から見えてる、DMM だからね、あ、いいじゃん、いいじゃん、あ、いいじゃない、いいじゃない、うん、これでいけそうだ、なんか、中からは見えないんだけど外から見えるっていうね、外からね、うん、外から見えちゃうんだ外から丸見えない、そうだ、うん、でも中からは見えないの、俺これ収録終わって殴られたら二人とも殴るからいや面白いですね、でも まだまだね、いろいろ今日出たんで、それでメールね送ってもらいましょう、だからすごく大きなベースはなんかいいんじゃないですか、ね、それで、ね、もう、うん、本当にそのまま味付けしてって、そうね、面白いよ、細かな味付け、裏テーマじゃないけどね、うん、NTR じゃないけど、本当に、まあ、実際にこう本当に何か大事なものが、だからこのサマーゲーのその大会っていうか、まあね、うん、このゲームで、このゲームで
本当に恋のゲームを制するかっていう裏テーマあるからね、もう、うん、グッチーのその、ね、心をつか、うん、むことができるからね。俺でもちょっと既婚なんだけど大丈夫かな。離婚してもらうよ、うん、まず。え、つかんだところで離婚してください。でもゲーム上だからこれはいいんじゃないの。ゲーム上、うん、ゲーム感覚でゲームだからゲーム感覚する夜もあるもん、ね、うん、大丈夫。じゃあワンチャンあるね、ワンチャンあるよ、ある、じゃあね、ワンチャンあるそのためにデベッチミラーを作るんだからさ。それでみんなそこに置いてるんだよ。で、二人はミラーを作ってるからね。二人ミラーってのも分かんないわけですよ。二人はすげえ死ぬほど好きなことやってんだけど、そこまで全部全部見えてる。いや、めちゃめちゃ俺後で興奮するわ。燃えるでしょ、カメラ回しとくから。で、そう、俺はさ、絶対回してるちゃんとカメラセッティングしてから全部ほぼモザイクだ。いやー、どうしようよ、俺。そう、さあ、モケパドックさんからのお知らせ、はい、お願いします。はい、真面目な定例会を行っております。真面目、うん、裏テーマはありません。純粋にサバイバルゲームを遊んでくださいということで、始めた3人ぐらいでですね、土日のどちらか必ずですね、定例会の方を行っておりますので、どんどん予約して参加の方をしてください。それと感染対策なんですけども、うん、アニメシャングリラではですね、今感染対策の方、換気、それと消毒ですね、というのをですね、適正にやってまして、フィールドの中もですね、ちょっと暑いかもしれないんですけど、ずっと換気扇を回させてもらっております。エアコンもついてるんですけどね。そうですね、うん、エアコンもついてるんですけど、換気のため開けてますからね。ちょっと効きが弱くなっちゃうかもしれませんけど、それでもそちらの方が重要なので、感染対策の方をそれと行わせてもらっておりますので、安心して遊びに来てください。はい、今回11月ですね。はい、今日も話したけど、ね、はい、だから皆さんからのアイディアまだまだ募集しましょうってことですね。はい、11月に、サバゲービルドアテナさんでコラボイベントを行う予定なので、ぜひぜひ皆さん、詳細決まり次第、告知していきますので、ご参加いただければと思います。はい、収録の模様は模型パドックさんのサイトにある YouTube チャンネル動画でどうだにて配信予定です。チェックしてください。デビちゃんさん、浦田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。全然打ち合わせした感じじゃないじゃない。いや、もう全然いいっすよ、もう。あれ、違った。いや、でもそれは次回とかちゃんと言いましょうね。司令官がいてっていう。そうですね。で、あれはむっちゃ面白いと思うんで、で、2人に事前に説明しておいて、うん、まあこんな話してたんだけどの方がいいかもしれないですね。そうですね、次回そうしましょう。すごい面白いの、ヌメちゃんさん、いや、そう、ついてる。これは面白いですか。で、まあ、楽しいだろうなとは思ってるんですけど、うん、もうちょっと裏テーマにノリノリになりそうですね。いや、ちょっと盛り上げた方がいいですよ。いや、もう盛り上がって勝手に盛り上がってるんで、もう知らない人の方が絶対盛り上げる。ちょっと嫁も聞いてないと思う。嫁聞いてたら笑うよね。あんた、そうなんだよって。ゲームだからしょうがないだろって。そしたら、ディレクターが言えって言ったんだ。大丈夫、夫婦なんかそんなあったかくないから。小手目が効いていくかもしれない。小手目はいいんじゃない、うん、お父さん再婚するの。パパ、どうなってんの。パパ、好きな人ができたんだって。真剣なトーンで言ったらちょっと。グッチさんって誰。サトコのことか。いいんじゃない。グッチめちゃめちゃ首横に振ってる。